せる必要あるかわかんないですね。ヒゲ剃りタイプです。ヒゲ剃りがですね、完了したら次に行かないといけないです。それを前も紹介したことありますが、ジャンプサイズのウルトラハードやつか。うまっ、うまっ。やつだと真ん中の剣にはこれが700円で、こっちが600円。
よし、じゃあこれから夕飯を買いに行こうと思います。まだあるよ。いっぱいある？うん。これ。これはなんていうの？ティモルホドン。ママって書いてたかな。何も映ってない。映ってるよ。え？ティノサウルス色染めたんだよね、昨日ね。うん。3メートルだよ、この木。色塗ったやつだ。なんで泣いてんですか？そんな。なければな。これ恐竜のやつをここで置いて。こんなやつ食べたくない。ナス入ってる。ナスも入ってるし、でもこれ刻んであるから美味しいよ絶対。美味しかったらご飯にかけるけど、どう？みんな。おはよう。パパの家にちょ。はい。あくびして。そうだね。
パンツとか何さんへぇーあーあーはいそうかタイミング的にその時間が一番そうなんですか。はい。そうですそうです。はい。確かに。いやそんな律儀に。はい、というわけでいかがだったでしょうか。初めてですね、こうやって自分の日常も含めた、まあ、コーヒー屋さんとしての、まあ、店主としてそしてパパとしての一面を、まあ、Vlog として動画に残してみたんですけども、まあ、最近はカフェ Vlog も、まあ、いろんなパターンとか考えていろんな撮影方法とか場所を変えたりとかしながらね価格を変えたりしてみて毎回こう違うカットを入れるようには意識してはいるんですけどやっぱりどうしても同じお店でずっと撮ってるとこうシーンがマンネリしてきちゃったりとかしてそこにちょっとね僕も今後何か新しい要素を取り入れたいなと思ったんで今回は新しい試みで、まあ、こうやって自分が喋ってる動画を挟んでみたりとかより日常的な部分っていうのもちょっと Vlog の中に含んで見ました。もしいいなと思ったら高評価だったりあとチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとは、お店のインスタグラムとかあと個人の方でも僕インスタグラムやってるんですけどそちらもまあ概要欄に貼ってあるので、見ていただいて、まあ、もしいいなと思ったら、登録フォローかしていただけると今後の活動にすごい励みになりますのでぜひ登録していただけると嬉しいです。いやでも前回からスパンをあんまり開けずに投稿できてね嬉しかったですね。個人的にもなんか達成感がすごいあります。はい、というわけで、また次回次の動画でお会いしましょう。それでは。めっちゃ美味しいなこれ本当。